ストックホルム市街地の路地ポルボー旧市街の路地路地は、本来は、路地と表記し、屋根などを覆うものがない土地や地面を意味するが、競技には密集市街地などに形成される、狭い道や家と家の間の狭い道、通路などを言う。このため、茶室に付属する、には、問題なども、路地と呼ぶ。路地に派生したもので、家屋の間に便宜的に設けられた通路である。狭さや、 薄暗さを強調して、路地裏とも呼ばれる。主に歩行者や、それに準ずる者の交通に供され、自動車の交通は得てして考慮されない。いわゆる、横丁は概ね同じようなニュアンスがあるが、路地と表現されるとさらに狭く隣接する、建物の関係者以外はほとんど利用しない道を示し、生活道路を含む自動車交通に対応した主要な道路とは別に、 勝手口など重要ではない出入り口から家屋に出入りするために利用される。都市の下町や漁村集落に多く分布し、洗濯干しや地蔵や植木の存在とともに居住者の生活空間として活用され、コミュニティをつなぐ空間をなす。いわゆる道路ではないことから、私有地である家屋の敷地とはあまり区別されず、資材が留め置かれることもままあり、こと古い街並みでは、 地域住民の様々な生活の一端を平や壁、垣根の外に見出せることも珍しくはない。重要伝統的建造物群保存地区に選定されているアスケの路地裏京都では、町屋内の庭園を山梨県南駒郡をはじめ、愛知県北下良郡や日田の民家では、屋内の土間を、また北陸、北新、大内方では、民家の庭を東北から、 北陸地方にかけては庭園を、関西地方では、路地の奥にある、裏長屋を、大阪府、和歌山県、香川県などの民家では、裏木戸門を意味する場合がある。語源由来辞典、路地ハットグージ書路地、時事、路地、路地、路地、ハット AB ことバンク世界大百科辞典、第2版の解説、路地、重要伝統的建造物群保存地区一覧。ありがとうございます。